始まりましたホワイトデーライブ。今回は生徒会企画による愛のデュエット大会です。司会は私、生徒会初期の福島ノア、そして生徒会副会長の花巻とわです。よろしくね。あの人たちがうちの生徒会役員ってのには未だになれないな。でもおかげで学園生活が楽しくなりそうですね。これからもいろいろな催しが増えていくそうですし。ねえ、あの二人なんであんなに不機嫌なの？わかりません。リンクさんが映画を見に行った日からずっとあのような顔をされていて。リンクと京子、前より仲良くなった感じなのよね。ああ、知ってる。たく、こっちの気も知らないで。私、しばらくリンクと口聞いてやらないんだから。私もだ。って、別にお前と合わせたわけじゃないからな。はあ？わかってるわよ、そんなこと。次は私たちの番だね、京子ちゃん。うん、こうして二人でステージに上がるなんてクリスマスライブの時には想像してなかったな。ねえ京子ちゃん、私あの頃から少しは変わったかな？リンクちゃんはずっと変わってないよ。この前は成長したって言ってくれたのに。でもそれが私にとってのリンクちゃんだから。近くて遠い、何があってもずっと変わらずに輝き続けてる宇宙の星みたいな存在。私にとっても京子ちゃんは星みたいな存在だよ。すっごく高いところにいて全然手が届かなくて、でもいつかは手が届くと思ってるの。だって人間はお月様にも行けたんだもん。どんな遠くの星にだって必ず行けるようになる。うん、それでこそ私のライバルだよ。さあ次はいよいよ最後のお二人です。ここでしか見られない組み合わせ。ピーキーピーキーのボーカル山手京子ちゃんとハッピーアラウンドの相本リンクちゃんです。よし、リンクちゃんのいつもので気合い入れようか。いつもの？あ、わかった。じゃあ、行くよ。せーの、ハッピーアラウンド。もう一度その手を掴めるように。あ、君は遠くて近く。振り落とされんなよ。